はい、ということでこちらはですねフロントロビーの近くになっております。こういった形でですね水面が結構綺麗ですね。で海側がですねこういった形の、テラスというんでしょうか、こういったものもあります。はい、そして、廊下がこちらになるんですが外廊下になってまして、半分内側みたいな感じですかね。すべてこう木のこう柱でですね綺麗なラインができてますね。そして、この外側にはなんと山です。聞こえます？セミの鳴き声がすごいです。はい、という感じになってまして、この形でですねお部屋まで行くんですが、今日のお部屋、一番奥の方らしいですね。はい、オープンしたから当初からでだからでしょうか、こういった形で、蘭のお花なんかがあちこちに置かれております。でここからはですねさらにこういったちょっと日本庭園っぽいような、まだね苗で植えてらっしゃいますけど、形の庭、中庭っていうんでしょうかいう感じになってます。はい、でこのですね今来た道、としますとこんな感じになって、ここは裏口みたいですね。であそこの奥のですねもやのところが、フロントロビーになってます。エントランスになってます。エントランスは結構地味な感じでしたね。はい、という感じでこう歩いていく感じなんですけども、今日のですねお部屋の鍵こんな感じの可愛らしいですね木の、作った木になってます。でねちょっとさっき気づいたんですけど、ここ実はですねこの裏口出るとなんとねプールっぽいのがあるんですよ。なんでおそらくですねプールも今作ってるんだと思いますね。はい、そのうちできるんじゃないでしょうか。まあいずれにしましてもね、ちょうど雪が来たら、真っ暗な、曇りから晴れてきましたが、こんな感じで素敵な感じで自然と一体化した感じになってます。はい、そして、エントランスここにあるんですけども、今日のお部屋こちらです。白雲というお部屋ですね。お部屋の上にこのね、すごい綺麗な、陶器のような形があるのがいい感じですし、ここに窓があるということは部屋からちょっとここが見えるんですかね。はい、入ってみたいと思います。はい、ということで、はい、入りました。ということでですね、入るとですね、下がこういった土間みたいになっていて、こういったですね、可愛らしい、下駄というんでしょうか、が置いてあります。こちらね、避難経路になりますが、このね、外廊下に従って、部屋が、10部屋ですね、全てで10部屋になってますので、10部屋あるという感じです。玄関ドアの隣、こういった障子で明かり取りみたいな感じになってますね。で、一番入ってですね、ここ段差があって木に変わるんですけども、フローリングに。この一番右側が、トイレだと思われます。じゃん、そうですね。あ、自動でちゃんとつくタイプです。ちょっとね、スリッパもおしゃれな感じで、この辺もですね、インテリアのイメージを崩さないような和風のテイストの布なんかで作られております。可愛らしいちっちゃいこういったね、水洗なんかもありますね。お、自動で開きました。はい、ということで、東東社製のウォシュレットになっております。はい、上の方もね、ちゃんとね、天井こんな感じの、和紙っぽい、天井にしてていいんじゃないでしょうか。これ段差ないです。はい。そして、壁はですね、どっちかというとこの塗り壁、もどき、もどきというんでしょうかね、塗り壁っぽく仕上げられてまして、ちょっとね、懐かしい感じですね。ここかなり細い幅でなってますけれども姿見になってますね。はい、これも、白無垢の、木で覆われております。でですね、ここのところ廊下になってるんですけども、ここちょっとですね一旦ここちょっと締めさせていただきますね。でここのところがですねこういった形のちょっと和風な感じの扉引き戸になっております。この右側はですねちょっと水回りになってるんで、それは後ほど説明させていただきたいと思います。はい、ということでお部屋こんな感じで、じゃーん、オープン、ダーン。
でしょうか。言葉で説明するより映像を見ていただいた方がいいかと思いまして、あえてユッキー説明今してませんでしたが、こんな感じです。はい、もうね、和モダンバリバリな感じの、天井が、めちゃ高くて木でなってるんで、すごいです。新築の木の匂いがプンプンしてきますね、すごいいい匂いですね。ほんとそんな感じです。で、障子も多用されておりますですね。はい、ちょっと、見ていきたいと思います。まず入ってですね、この右側、こういった形で、なんて言うんでしょうね、バースペースというんでしょうか、スペースがございます。これも全部木でできてますけれども、ここにね、なんとこういった水栓まであるんですよね。はい。これがね、ちょっと便利でいいと思いますね。で、ここに、お茶っ葉あるんですかね。ちょっと待って、嬉しいね。ティーバッグじゃなくて、ちゃんとしたお茶っ葉です。それから、こういったエスプレッソマシーンですね、置かれております。で、今時っぽく、電話はこんな感じの携帯型になっておりますね。はい、4種類の、ものが入っているネスプレッソになってます。はい。で、ここにミネラルウォーター2つという感じになってますね。引き出しの方をちょっと開けてみたいと思います。まず左上、じゃーん。おー、オリジナルのコースターかわいいね。もう木で、これは、紙ですけどね、ペーパーですが、ここにですね、紅茶が4種類ですね。カモミール、ローズヒップ&ハイビスカス、レモン&ジンジャー、ペパーミント。それから通常のダージリンティー、それから昆布茶。この辺のお茶が飲めるようになってます。ここにワインオープナーとかね、栓抜きもありますね。で、その下がですね、じゃーん。冷蔵庫です。なんと、ハイアールというのがちょっとびっくりではありますが。お、はい。ということでですね、ワンドアタイプのこう冷蔵庫にはなってるんですけども、2022年製です。そしてここにある飲み物は全部フリーだそうです。ミネラルウォーター、お茶、それから三ツ矢サイダー、アクエリアス、スーパードライまで入っております。はい。そして、その隣、上の段がですね、こういった形で、食器類ですね。コーヒーカップが2つ、ソーサー付き、それからスプーン付きです。それからこういった、お茶碗ですね、湯飲みですね。はい、それがちゃんとこういった木のソーサー付きであります。それからこれは紅茶飲むときでしょうかね、ティーポットがあるという感じになっております。で、2段目、じゃーん。こちらがなんとガラスのコップ2種類。はい、細長いビールのもの、飲むものと、お水とか飲むタイプですかね。一番下は開かないかな。あ、開きますね。こちらに、さらにワイングラスと、それから、バルミューダの電子ケトル、こちらも置かれております。はい、そして、右側、こちら、じゃん。はい、ここは何もないという感じですね。これドアにしなくてよかったんじゃないかという気はちょっとしますが、まあ、それは置いといて。でですね、床はですね、全部この、琉球畳のような半畳のですね、畳を、敷き詰めた感じになっております。はい。こちらリビングスペースになってるんですけども、こちらのですね、旅館には、こちら和室ですが、下がフローリングの部屋もあります。自分でセレクトして選ぶ形になってます。このね、なんかいい感じなのがこのソファーですよね。この大きさしかり、この色しかり、ちょっとセレクト素晴らしいなと個人的には思いますね。この部屋のインテリアの雰囲気を壊さずにこういったソファーをセレクトするって難しいと思うんですけど、そこにですね、こちらまたムクっぽいような機材の、こういったね、長いテーブルあります。2人にはね、広すぎるような感じのリビングスペースになってます。で、こちらのですね、隅の方には、こういったですね、板の間ならぬ畳の間ここ板にはなってないけど畳敷いてありますが、その上にですね、こういった掛け軸もあって、和を演出しています。ここはもしかしたら、お香が炊けるんですかね。ちょっと、インテリアとして置かれてるのかちょっと分かんないですけど。で、見てください。意外だったのがこの テレビ、めっちゃ大きくないですかね。かなり大きい、55インチかな、60インチかなみたいな巨大なテレビでございます。スマートテレビなんですかね。それだとさらにいいですが、ソニーのテレビになっております。ちなみにここ引き出しあるんですけど、何も入ってないし開かないですね。あ、開きました。こっちはでも何も入ってないです。こういう一個一個の備品あるじゃないですか。このね、ゴミ箱しかり、ティッシュケースしかり、この辺もこだわって全部木で統一してるのがすごくいいと思います。評価できますね。はい。そしてベッドルーム、こんな感じでございまして、はい、
これもね、畳の上に木のですね、こういった台を置きまして、その上にマットレスを敷いているという形で、もうふわふわ布団がもうすぐ見て取れますね。ここにタブレットもあって、ここからですね、いろんな案内もあるようでございます。左側にはですね、空気清浄機エアドックも置かれておりますね。はい、これ確かね、強力なやつですよね。はい、で、あ、さっきの玄関入るときにあった、なんですか、窓がこちらですね。こういったね、一つ一つこだわりがすごいよね。はい、こんな感じでですね、でこれ開けるとさっきの玄関のところが見えるんだと思いますね。スクリーンになってますけど、はい、この辺がね、さっきのプールのところですね、考えられていますね。はい、とても良いと思います。で、壁紙見てください。ユッキーの好きな龍がマークのこういった模様になってまして、和風な感じですね。はい、いう形でこのね、ヘッドボードもこんな感じで端から端までありまして、ちゃんとこういった間接照明っぽい感じになってます。間接照明といえば、こちらの、ベッドルームとリビングの間、こういった段差になってるんですけど、ここも間接照明になってます。で、この、リビングルームとこのベッドルームを分けるのが引き戸になってるんですけど、今はですね、全部フルオープンになってますよね。完全にこう今フルオープンの状態ですが、実は今すべてここのところに4枚が入った状態になってます。なんでこれをですね、実は全部閉めると、すべてなんていうんですかね、閉まった状態になるんですが、ちょっとね、今できれば全体像を見せたいので、このまで行きたいと思います。はい、ここには収納スペース、2箇所ありますね、押し入れのような。まずこちら開けてみたいと思います。じゃん、はここがね、押し入れみたいになっていて、こういった形でですね、洋服かけれるようなハンガーが、8個あります。ここには、靴のブラシかな、はい、あとあそこに、消臭スプレーですかね、があるという感じで、一番端っこのところの前にこっちかな、まずね、ここ洋服とか置くんですかね。あと金庫、おー、すごい、なんとこうソーイングセットまで置かれてましたね。ここが金庫代わりになるんでしょうね、鍵があるからね。で、こちらは何も入ってません。で、こちらの下一応念のためチェックしてみますと、はい、あ、ここになんと浴衣じゃないな、ルームウェア、サムエが入ってます。上下セパレートで、こういった濃いダークグレーのですね、なってて、旅っていうのもありますね。で、これは多分あれか、ミラーですね、ミラー置かれております。そして2段目もルームウェアが置かれています。これは洋風なルームウェアですね。はい、どっちか好きなものを選ぶんでしょうね。こういうのありがたいよね。真っ白です、純白になっております。はい、こんな感じがこちらの押し入れの状況でございます。で、隣のもう一つの方は何か入ってるのかな。あ、なんとこれ観音扉みたいになってる、じゃーん。はい、あ、こちらはなんとお布団ですね。敷布団、お布団、枕が置かれております。ちょっとね、無造作に置かれてる感はありますがこれはおそらくもっと多くの人数が泊まる時のためだと思います。ここね、ちょっと2人だと広すぎますもんね。ちなみにこの端っこからここ全体見るとこんな感じで、ちょっとね、ちょうどこっちに海の方に焦点合わせてみましょう。上耳が見えます。要するにベッドに横に投げながら海も見える、それからこのね、インフィニティプールもどきなこの水面も見えるという感じになってます。何よりいいのはね、このね、欄間のような不思議なスペース、空間が素敵だと思います。はい、そして、ここからですね、これ障子になってるんですね。あ、でもあれか、ここ朝すごい光入るんじゃないですかね。あ、上ちゃんとスクリーンありますね。上にスクリーンがあるんで、これを下ろすと一応光は入ってこないのかな。ここね、面白いんですよ。ここの、引き戸が、上が障子ですが、下が開いてるんですね。あ、これもしかしてこれ降りるのか。ん？あ、降りました。なるほど。わかりました。要するに、これを下ろしてれば、まあ、夜とか安心してるし、これを開けると、例えばベッドに寝ながらとか、リビングスペースで座りながら、海が見えるようになってるんだ。すごいね。なかなか考えられております。そしてテラス開けてみたいと思います。じゃーん、オープン。こんな感じでございます。どうでしょうか。海です。素晴らしい海ですね。そしてこのインフィニティの
なんて呼んだらいいんでしょうね、この水際が素敵ですね。はい、でですね、ここなんと、このテラスの部分がさらに2つのスペースに分かれております。はい、この手前の部分がですね、こちらの部分がソファースペースですね。こんなでっかい丸いソファーになってるんで、2人で寝っ転がって十分な感じですね。で、サイドテーブルに円テーブルもあります。それからこっちが露天風呂スペースになってまして、ここがドアで開閉できるという感じになってます。そしてこっちから見るベッドルーム、こんな感じですね。この辺もなかなか素敵ですよね。雰囲気最高ですね。はい、ということで、ちょっと露天風呂の方見てみたいと思います。じゃーん、おお、もう入ってます。これ温泉なんですよね。はい、非常に気持ちいいと思います。ここに入って海を見ながら露天風呂。ただ一つ気になるとしたら、向こう側に一応家屋があったりするですね。あとね、こう道路があって車入ってるので、ここに露天風呂入ってる時に見えちゃうんじゃないか議論が疑惑がちょっとあったりしますが、後で実践で確かめてみたいと思います。でこっち側がなんと、ちょっと見えました、なんとここは室内用のお風呂も別途用意されてるみたいですね。おしゃれな感じですね。はい、いう感じになっております。はい、ここはこういった形で閉めることができます。はい、とりあえずこっちの方は以上ですかね。後ちょっとすごい時間にかかっちゃいましたが、せっかくなんでね、皆さんにも正確に見ていただいた方がいいかなと思ったので、はい、では、水回りの方行きたいと思います。では水回りです。じゃーん、おー、ちょっと真正面がミラーなんでちょっと正面映せないんですけど、天井もちゃんとこういった木になってて、壁は高級感のあるこういったね、大きめのタイル張りになってまして、カウンターも、こういったマーブル調、そして、ちゃんと陶器のですね、ローフェン、ラウフェンっていうんですかね、ちょっと後で調べてみますが、そのブランドの、こういった陶器、使われております。ここにですね、丸いツールのような椅子があって、床も壁と同じですね、タイルですね。でここのところなんか結構この引き出しがありそうなんで、ちょっと見てみると、まあ、こちらにはビオミラーもちゃんとあります。じゃん、あ、ここにアメニティがありますね。綿棒、それからボディタオル、それからスキンケアセットもあります。ポーラのですね、しかも、そしてここに、ナチュラルファンデーションっていうのがあったりとか、ヘアブラシ、それから歯ブラシ、レイザーなんかが置かれております。2段目はじゃん、お、ドライヤーですね。なんだろうこれ、ムービーベアというんですかね、ちょっと後で調べてみますが、初めて見るブランドになります。あ、ここ開かないですね。ここも開かないな。ということで、あとは左側かな。じゃん、あ、タオルですね。ハンドタオル、バスタオル、フェイスタオルと3つ揃っております。一番下がですね、特に何も入ってないという感じですかね。ちゃんとこういった洋服を入れるカゴがあったりとか、ここに体重計ありますね。そしてなんと、じゃーん、ここガラス張りになってまして、外が見えるんです。ちょっと今焦点外に合わせますね。要するに内風呂と、外の露天風呂、ここで行き来もできるようになってます。はい、こちらにですね、すごく白いもう純白の綺麗なバスタブありますね。これどこのだろうね。ちょっと後で、この型番からメーカー、参照指針を見ようと思うんですけども、結構綺麗です。ここに、感じでこんな感じで、蛇口があります。それから三栄水泉なんですね。このデザイン、三栄水泉とは思えないデザインですがのシャワーがあって、そこに、こういったですね、ミラーがあったり、あとトイレタリーがあります。トイレタリーはですね、どこのかな、これ、イタリアって書いてますね。原産国シントワールドの、ホテルとかね、旅館向けに、トイレタリー提供している会社の、イタリア製のこういったナチュラルファンデーションというタイプのあれですね、トイレタリーになってます。でここにね、ちゃんとね、大理石調の台があったり、椅子があったり、風呂桶があったり、しかもこのね、椅子と風呂桶はちゃんと木製になってます。で床は、このね、洗面台と同じ延長状の、タイルになってるというのもいいですね。段差もほぼありません。そしてさらにさらに、ここからテラスに出ます。そしてさっきの、部屋からのテラス、木製のテラスに出れます感じになってるという感じで、ここでもお風呂に入れるという状況ですね。以上になります。とにかくこのね、天井、このね、テラスの、縁側というんでしょうか、この天井もね、これは何でしょう、杉ですかね。はい、
すごくいい感じで組んであります。以上です。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、和室の B タイプというお部屋でございます。和室の部屋プラス、寝室という風な形になっているプランですね。その他にですね、こちらでは、洋室フローリングにベッドというお部屋と、それからですね、もう一つ、ダイニングルームがあって、お部屋内で食事を取れるプランというのが、お部屋というのがあります。ベッドタイプがですね、120cm 幅のセミダブルのサイズで、それが2つ、シモンズ社製のマットレスでございます。食事、夕食、朝食、2食付きで、広さの方がですね、70平方メートル、料金がですね、税込み2名で、105,600円という形でございます。博レポ初の10万超えというふうになりました。選んだポイントはですね、インフィニティのこの露天風呂というのに惹かれてしまったというところで、イメージ画像で一発でいられちゃいました。あとはね、オープンして間もないという近さだというところです。予約の方なんですけども、まあ、直接以外だとですね、今のところ楽天とジャランしか掲載してなくて、ユッキがね、よく使うイキューとかアゴダではなかったんでですね、ジャランで受け入れ予約をさせていただいております。はい、今回の特徴的な設備というところなんですけれども、空気清浄機ですね。エアドックというね、米国のシリコンバレーで開発された強力な空気清浄機になってます。ちっちゃいんですけれどもね、非常に性能が良くて、1台で31畳の広さにも対応できるという感じですね。こちらに置かれているのもコンパクトモデルというモデルではあったんですが、だいたい10万円ぐらいする空気清浄機になっております。今回の部屋の平面図こんな感じでございます。まあ結構作るの大変でした。この左下がですね、エントランスになってるんですけども、エントランス入りまして、右側の方はですね、基本的に水回りになってます。眼光型でダンダンダンってなってますけど、トイレがあって、それから洗面台があって、そして、バスルーム、そしてですね、その奥が、外になってまして、露天風呂という形になってます。で、廊下を挟んで、左側の方に入るとですね、リビングルームがありまして、その左側の奥に、ベッドルーム、そして、右側の奥の方、外の方にウッドデッキがあるという風な感じになっています。リビングの方にはですね、座椅子のソファー、座椅子のソファーっていう言い方なんですかね、がありまして、結構余裕がある感じで、置かれてまして、テレビもですね、なんと65インチという巨大のスマートテレビになっています。バーコーナーの方にはですね、シンクというか手洗いコーナーもあって、これが便利でしたね。あと飲み物が結構充実してました。で、ベッドルームの方は非常にね、静かな感じで、窓も少なくてですね、リビングとの間が4枚の襖で仕切られるようになってます。外との境目、ウッドデッキとの境目のところは障子もありましてですね、障子の下のところから外も見えるようになってます。外のウッドデッキにはですね、大きな丸型のソファーが置かれてまして、二人でも座れる感じの余裕がある感じですね。で、これで言うと、このウッドデッキとですね、露天風呂があるところのさらに右側が水盤になってまして、まあ、そこにですね、水が浅瀬の水が張り巡らされてるんですけども、まあ、それがあるためにですね、まあ、とってもなんていうかな、インフィニティな雰囲気になっていると、露天風呂に入ってみるとそういう感じになるという感じになってます。東南向きの部屋、面積70平方メートル、天井高がですね、まあ、勾配天井になってまして、一番上の最上部が4メートル、っていうか、まあ、399センチメートルですね。で、最低部が、256センチメートルという形の天井高めの開放感のお部屋でございます。筋の見る部屋データでございます。はい、この辺ちょっと路線がなかったですね。資格料金高め、部屋の広さは広めです。天井高が今申し上げたような感じで、平均すると327センチになりました。バスルームもですね、結構広めで、バスタブも広めでございます。露天風呂とお宇宙のバスタブがあります。で、Wi-Fi スピードなんですけども、これね、測定のタイミングでかなりばらつきありまして、
雪大体チェックインすると1回測って夜にも1回測ってあと浴潮とか測ったりするんですけども、今回あまりにもひどいから10回ぐらい定期的に測ったんですけども、低い時は1メガない時もあるし、多い時はね100メガ近く出る時もあるんですよ。で、わかんないんで、わかんないというか利用する時間にもよるし、まあ利用状況にもよるのかなということで、ちょっと10メガというふうに書かせていただいてます。はい、それからコンセント数多めでございます。8月8日に開業したばかりのですね、新築のホテルになっ、ホテルというか宿泊施設になっております。客室のバリエーションです。先ほどね、ちょっとお部屋の情報の時に触れましたが、3タイプあります。和室のタイプ、それから洋室のタイプ、そして、ダイニング付きの和室という感じですね。この右側のがダイニング付き和室で面積が85平米かな。通常の和室洋室がですね、70平米なんてして、それよりも広くなってますが、なんで広いかというと、下にあるですね、このダイニングルームがあるからという形になっております。こちらのホテルはこんな人向け、基本的にはプライベート利用かなと思いますね。経済的に余裕がある年配者の方とかが、ね、向いてるのかなと思います。あとはね、ここのね、コンセプトによりますハイダウェイということで、静かな場所で休暇を過ごした人、そんな感じに向いてるんじゃないかなと思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。鴨川温泉リアンはですね、有限会社漁民庵丸木本館というところがですね、運営をする旅館になっています。このね、有限会社漁民庵丸木本館っていう会社は、その名の通りですね、鴨川で、旅館でですね、漁民庵丸木本館というところがあるんですけども、この写真の左側ですね、なんかね、民家の3階建ての民家みたいな感じではありますが、ここのですね、老舗の旅館、こちらが運営している、旅館になってます。もともとね、こちらなんか魚屋さんだったとらしいんですけども、45年前にですね、旅館を開業して、わずか6室の民家のような感じではあるんですが、漁師料理を売りにですね、営業されているという旅館ですね。で、まあ、この、漁民庵丸木本館が今回新たに開業したのが、この民庵にある今回のですね、泊まらせていただいた高級旅館のリアンになります。もともとね、もっと早く開業予定だったようなんですけども、コロナの影響で、工事が遅れてですね、開業もかなり遅れたようで、ようやく今年2022年の8月8日にオープンしたという形でございますね。わずか10室、で、まあ、ちょっとね、どこが設計成功したのかなと思って興味持って調べたら、まあ、そんな有名なところではなかったですね。設計が熱海の建築事務所、施工が地元の、建築会社になっております。鴨川温泉リアンのこの名前になってるですね、このリアンなんですけども、実はですね、フランス語の絆を意味するリアンからつけたようで、なんで漢字は多分当て字ですね。まあ、コンセプトがですね、ハイダウェイというふうになってまして、閑静な場所、隠れ家みたいなですね、漢字を演出したいという意図があるようでございます。リアンの特徴はですね、まあ、本家である漁民庵丸木本館と同様に、新鮮なこの漁師料理と言われるもの。これで言うと右側ですね。もちろんね、こちら高級旅館なんで、それよりも見た目にさらにこだわった感じですかね。本家よりもね。あとは、左側にある水盤を挟むことでインフィニティっぽく見せた露天風呂になっています。このね、左側の写真にユッキー一目惚れしちゃって予約しちゃったんですけども、予約するまではですね、まだ本当の写真がなくて、コンピューターグラフィックしかなかったんで その実際どうだかというオチは、後ほど触れさせていただきます。リアンのですね、最寄り駅は、阿波駅。阿波鴨川駅という風になってます。そこからですね、車でだいたい10分ぐらいで着くんですけれども、この駅まで送迎もですね、来てくれるみたいでございます。まあ、海沿いを走ってきてですね、太見海岸というですね、ところに面した大通りから少し外れて上に上がったところに建物があるんですけども、平屋っていうことも特性もあってですね、道路側からほとんど見えないんですよね。こちらの旅館が建っている場所ですね、もともとは太見小学校っていうですね、学校があったらしいんですね。その名残のですね、プールとか二宮金次郎の像っていうのは未だに敷地内に残ってるというかなり不思議な感じではございます。こちらで言うとね、左側が、すごくおしゃれなね、意外にモダンな小学校でございますが、これが当時の学校で、なんか統廃合でね、2015年に廃校になったみたいですね。
はい。山があってね、自然あって、いい学校だったと思いますよね。はい。この右側の写真はユッキーが撮った、今残ってるプールになります。ユッキーはね、てっきりここの旅館でプール新しく開設するのかなと思ってテンション上げ上げだったんですけども、そうではないっぽいですね。はい。でもこれ残してあるってことは、ここにプール作るんですかね。はい。まあ、いずれにせよそんな感じでございます。行ってみてですね、驚いたのは、このアプローチ、玄関に行くまでのアプローチがですね、外交部分っていうふうに、まあ建築では言うんですけど、それがね、工事中だったんですよ、まだ。まだ、要するにね、完成してないんですよね、厳密に言うと。だから、ちゃんとしたもんもないみたいな感じでした。まあ、おそらくね、このコロナで工事が遅れて、でもね、やっぱり夏休みシーズン、このね、8月を逃したくないという思いで、8月8日に、まあ、オープンしたんだと思うんですけども、公共を売りにしてるんであれば、ちょっとね、フライング感が否めないな、という感じはいたしましたかね。あと、こう、普通常ね、旅館って、そんな、高い旅館じゃなくても出迎えってあると思うんですけども、そういったものが全くなくてですね、どこに車を止めたらいいかもわかんないという感じでございました。まあ、仕方ないんでね、駐車場に止めて、スタッフさん誰もいないからエントランスらしいところ勝手に入っていったんですけども、でですね、ドアを開けて建物に入ったら、ようやくこうスタッフの方が出てきたという感じでございます。ロビーラウンジはですね、スタイリッシュな感じで、内庭の方がですね、水盤になってまして、それを取り囲むように廊下があってですね、食事どころとか客室につながるという感じになってます。結構ね、おしゃれな感じの空間ですね。で、しばらくすったら、まあ、ウェルカムドリンク出していただいてですね、冷茶いただいて、で、チェックインを手続きをさせていただくという感じでございました。こちらの建物ですね、一直線上の、こう、平屋の建物になってまして、本当に樹室が横並びになってるんですよ。すごい独特のレイアウトになってまして、なんでね、こう、柱がバーって並んでて、そこの、廊下を、外廊下を歩いて客していく形なんですけども、まあ、この辺ね、すごく面白いなと思いましたね。お部屋の方はですね、コンピュータグラフィックの画像しか見てなかったってユッキー言ったんですけども、まあ、大体部屋の中のイメージは、そういった感じで素敵な感じでしたね。まあ、何よりね、良かったのは入るなり、やっぱり新築の木の香りがしてですね、とってもね、癒される感じがありましたね。あとは、天井がね、勾配天井になってるんですよ。なので、非常に開放的な感じがあります。最上部は4メートルほどあります。はい。まあ、お部屋のタイプ的にはですね、実際にこう、和室とフローリングっていう、タイプがあるらしいんですけども、まあ、今回和室のお部屋だったんでですね、リビングスペースも、半畳の畳が敷き詰められてる感じで、まあ、中央にね、材質型のこう、大きめのエンジ色の、ソファーとテーブルが置かれてるという感じでございました。ただね、このソファーもね、色合いもすごく形も、なんかインテリアにマッチしていて良かったなと思いますね。これは、ナイスセレクトだと思います。あとね、良かったのは、テレビ、なんですけども、まあ旅館なんですけども、65インチというね、多分、ユッキーのこのハクレポで紹介した一番大きかった、確か茨城にあるセブンシーズっていうホテルの、テレビが65インチでマックスだったと思う。それと同じ大きさです。で、かつスマート対応ということですね。動画とか映画を見れるっていうのも良かったですね。奥のベッドスペースにはですね、まあリビングから若干こう段差があって、そこを上がって入るんですけども、まあそこも畳敷きになってます。で、この辺のね、空間の演出が個人的には好きでしたね。襖4枚がバーって開く感じで、なんかこう大名とかの、なんか寝室に入っていくみたいな、そんな感じでしたかね。はい。ベッドのですね、頭の方の壁には、こう、竜の模様の、こう、和風の壁紙が貼られていてですね、あと、こう、間接照明もあって、こう、和モダンな感じがいたす感じでございます。ベッドルームとリビングの間はですね、その4枚の襖で仕切られるようになっていて、で、リビングと今度外のテラスは窓と、それから障子で仕切れるようになってます。障子の方はですね、下半分がこう開く形になってまして、リビングのソファに座ってもですね、外や海がね見えるような設計になっていました。あとは広江のようなこうテラスというか、まあなんていうかな、ウッドデッキって言った方がいいのかな。どうしてもユッキーだと広江と思っちゃうけどね。ウッドデッキのスペースの方にはですね、大きな円形のソファが置かれていて、まあ二人でも寝転がれることができるという形でですね、ここに寝転がってると、まあ本当にこう田舎の風景を見ながらのんびりすることができる感じですね。で、なんかイメージ写真だとね、このウッドデッキのソファーと露天風呂がですね、繋がっているように見えるんですけども、実際にはですね、露天風呂と、それからこのウッドデッキのソファーのところとの扉、間がですね、扉で仕切られてる感じでした。
まあもしかしたら施工した後にね、これだとやっぱりこう、何？例えば家族で来て、娘がね、お風呂入って、お父さんがデッキにいて見られるの嫌みたいな感じで、それでつけたのかななんて余計な詮索をしてしまいましたが、どうなんでしょうか。まあ露天風呂にはですね、このウッドデッキからもなんでドア開けていけるし、あと水回りのスペースの方からもですね、行けるようになっています。露天風呂はですね、24時間かけ流しの温泉になってまして、まあ温泉の匂いそこまではしなかったですけども、まあ気持ちの良いお風呂でしたね。お湯でしたね。で、一応ね、最初勇気わからなかったんですけども、なんかハンドルみたいなのがあって、これで温度調整もできるようになってます。まあ通常は温かいお湯が出てて、そのハンドルを回すとですね、ちょっと水が混じってぬるめになるみたいな感じですね。で、このね、露天風呂に入って、海の方を見るとですね、その奥に水盤があるために海と繋がっているように見えるという感じになってます。まあこれがね、インフィニティ露天風呂と、ユッキーは呼んでおります。はい。まあ実際にはね、ただですね、海との間に残念ながら道路があってですね、まあ車とかトラック走ってたりとか、あとね、民家もね、数軒あるんですよ。なんでね、たまにね、人がいたりするんですよね。なんで、ちょっとね、露天風呂に入るにも気を使ったりはする感じですね。あとは、結構ね、電線が多いんですよ、電柱と。なんでね、これがちょっとね、景観もったいないというか、まあ仕方ないんですけどね、残念な感じはありました。本当のね、海沿いに立ってたらこういうのがないんだろうなぁと思いますよね。はい。敷地内のですね、ヤシの木あるんですけども、これはね、このホテルで、この旅館を作るために植えたのかなと思ったら、これも小学校当時のものみたいですね。前のね。露天風呂のですね、手前の方には通常のバスルームが繋がっていまして、まあ、露天風呂入った後にすぐに体洗えるという感じの、このね、動線もね、いいなというふうには思いました。で、バスルーム、うちの方もですね、広めでしたし、バスタブモダンな感じで良かったですね。あとね、結構、洗面台も広めで、アメニティも充実してる感じでした。あとね、良かったのは、タオル交換を夜に、夕食食べてる間していただけるので、チェックした後ね、お風呂に入って、バスタオルがね、濡れても大丈夫という感じですね。またですね、こちらの旅館、飲み物を充実してまして、まあミネラルウォーター以外にですね、冷蔵庫のものがまあフリーで飲めるんですけども、ビールとソフトドリンク3種類が入ってます。あとは、それとは別にエスプレッソマシンがあって、4杯分エスプレッソの飲めたりとか、あとね、お茶っ葉嬉しいんですよね。お茶っ葉がちゃんと置いてあって、美味しい日本茶が飲めたりとか、あとティーバッグの紅茶が5種類かなありました。という形でございます。食事の方はですね、まあ、お部屋の中で、食べれるお部屋以外の場合は、個室の食事どころでいただく形になってます。まあ、すごく静かでね、ここも勾配天井で素敵な食事どころです。ゆっくり食べることができます。まあ、夕食はですね、懐石料理のような形式で、和牛とかアワビとか、お造りとか、あと金目鯛とかがね、入ったコースでしたね。このね、名前だけ見るとすごい豪華だなと思って、期待してたんですけども、確かにね、器とか食器はすごい素敵で、味も本当とっても美味しかったです。これはお世辞なしで。まあ、ただやっぱユッキーとかね、たくさん食べるんでですね、おそらくですよ、和牛は一人当たり 60g しかなかった気がするし、アワビもですね、一匹を二人で取り分けるんですよ。で、金目鯛もなんか本当に金目鯛の一部を揚げ物にしたっていう感じで、なんかこう、他の旅館でもね、金目鯛一匹丸々出てきたりとかするんで、それと比較しちゃうとちょっとね、なんていうかな、消化不良な感じはしましたかね、正直。はい。あとは、料理そのものの盛り付けもですね、結構、ユキ公式ホームページで、それもね、インパクトがあっていいなと思ったんですけどね、こんな感じのだったんで。ただね、実際はね、そこまで凝った感じの盛り付けではなかったですね。朝食の方はですね、入れ物がとても変わった感じでですね、目でも楽しめる料理で、これはとても良かったと思います。ちなみにですね、この料理の責任者の方の鈴木良二さんという方、調べさせていただいたところ、なんかいろんな料亭とか割烹で経験積まれてですね、東京都に今は30人もいない日本料理マイスターというですね、なんか称号を持たれている方のようですね。はい。まあ、しっかりした料理長さんだと思います。はい、雪座でございます。
今回ね、ちょっとせっかくなんでですね、通常こう1ページで終わっちゃうんですけども、ちょっとテーマごとに、6ページ?あ、違うか、7ページに分けてですね、今回紹介させていただきますんで、参考にしていただけたらと思います。まずロケーションです。こちらね、阿波鴨川駅から車で10分、阿波鴨川駅からは、阿波鴨川駅からは草原もあります。まあ、海沿いではあるんですけども、さっき触れたようにですね、旅館と海の間に道路とか家屋があって、電線もちょっとね、多めのために、実際の部屋からの眺望は、このね、左上のイメージ画像とは違って、そこまで綺麗ではないです。はい、下の方が雪が撮った写真ですね。またですね、外交の工事が終わってなかったというのが非常にちょっと残念な形でございます。あとね、共有スペースでございます。客室共有スペース含めて、すべて、平屋になってます。でね、ロビーラウンジ、こちら写真載せてますけども、非常にね、スタイリッシュな感じで、内庭となっている水盤も含めてですね、とてもいい感じではございました。外廊下もですね、白木の柱が並んで雰囲気が良かったですね。食事どころもですね、すべて個室で購買定常で、とても快適な感じではあります。お部屋の方です。70平米と広いです。リビングスペース、ベッドスペース、水回りウッドデッキの構成になってまして、木が多用されてて木の香りがとてもいい感じですね。で、天井、が勾配があって高くてですね、白木をベースに壁は塗り壁、襖、障子なんかが、すごく多用されていて、非常にシンプルで上品な感じです。まあそこまでね、高級そうな調度品とかある感じではなかったです。設備品に関してなんですけども、まあ、インテリアのイメージを壊さないようにですね、木で囲ったりとか、布で覆ったりしていて、まあ、とてもね、いい感じでした。まあ、カチャカチャ感がないというかね。電気設備に関してはですね、ヤドックみたいな、高度なものもあれば、なんかね、冷蔵庫がハイアルだったりと、ちょっとね、セレクトにばらつきがあるなという印象ではございました。お風呂の方はですね、まあ、客室内に内風呂と源泉かけ流しで24時間入れる露天風呂、外湯という両方あります。露天風呂の方は、ま、水盤とね、繋がってて、入ると海まで連続して見るように、連続しているように見えないこともないと。夜は真っ暗でした。はい。照明とかないからね。照明とかないというか、街灯とかないからね。露天風呂の手前の内風呂もタイル張りでですね、タイル張りというか石張りというか、まあ、とっても高級感があってよかったですね。ちなみにただ、大浴場というのはこの旅館ありません。食事の方ですが、まあ、食器などはね、ほんとかなり凝っていて素敵でございました。まあ、味も良かったんですけども、一つ一つの料理の量、まあ、素材は少なめなために、ちょっと若い人には物足りないかなという感じはあります。またね、メインの和牛とか、アワビは二人で取り分けるという形なのが、まあ、ちょっとね、残念だったなという感じですかね。まあ、料金考えると倍の量があっても、いいんじゃないかなというふうに思いました。サービスでございます。まあ、飲み物系が充実してます。ウェルカムドリンクもあるし、ミネラルウォーター、それからインスタント系、冷蔵庫内の飲み物もフリーです。エスプレッソマシンもありました。という感じでございました。ただね、到着時とかチェックイン時に出迎えがないというのは、困窮旅館としては意外だったですね。これがたまたまなのか、通常そうなのかはちょっとわからないです。あとね、今回中井さんあたりで、あたりっていう言い方失礼ですけども、非常にね、かしこまりすぎず自然体で接していただいて、個人的には好感持ちました。ただもしかしたら高級旅館してね、なんか結構へりくだった、対応が、好む方にはちょっと評価良くないかもしれないなということで、評価分かるかもしれないと書かせていただいております。はい、という感じでした。ユッキーのレビューです。ということで、お部屋の方、個人的には非常に好きなタイプだったんで、5とさせていただきました。設備品も、まあ、セレクトがばらつきがあるとはいえ、一通り揃っていて、まあ、新しくてよかったんで、5とさせていただいております。水回り、まあ、こちらもね、洗面台、トイレ、バスルーム分かれてまして、それぞれが広めでですね、設備も整っていて、タイル張りだったりとか。あとね、外には、露天風呂の温泉の露天風呂があったりしてよかったんで、ごとさせていただきました。サービスの方はですね、まあ先ほど触れたように中井さんの対応良かったんですけども、まあちょっとね、出迎えとかなかったりとかっていうのもあったりするんで、4とさせていただいております。環境眺望は、まあちょっとね、場所的にはロケーション遠めでございまして、眺望も、まあ、いいんですけど、ちょっと電線とか、民家とかもあったり、道路もあったりするんで、4とさせていただきました。ということでですね、良かった点、残念だった点、ここにやらせていただきました。
まあね、良かったのは本当ヒレや樹脂のみのプライベート感だったりとか、あとね、その水盤だったりとか、ね、露天風呂とかね、匂いとか、テレビとかね、乗り物充実とか、物々ありました。アメニティも充実はしてました。残念だったこととしてはね、やっぱりね、外交とかエントランスが工事中のところだったというところと、出迎えがなかった。あとはね、掃除がね、ちょっと甘かったんですよ。ちょっとね、これ途中触れなかったですけど、玄関のところとか、あとお風呂もね、ちょっと水がやってて、なんていうかな、靴下履いたまま、そこ通ったら濡れちゃったりとかもありましたし、あとインフィニティの水盤のところもちょっと汚れとか虫とかがいたんで、もうちょっと頻繁にここ掃除されるといいかなと思いましたね。はい、ということで、総合満足度でございます。今回はね、とさせていただきました。まあ、外がね、工事中だったり、こう、出迎えがなかったりという時点で、やっぱりこう、ファーストインパクトが、なかったっていうのが残念かなと思いますね。やっぱりこう、何事もそうなんですけど、ファーストインパクトってすごく大きいので、ここはちょっと考え直された方がいいのかなと思いました。ただね、内部的には、まあ、個人的にかなり好みのタイプのお部屋でしたし、まあ、スタッフの対応というのも自然な感じで、個人的には、良かったです。ね、インフィニティ露天風呂、非常にコンセプトいいと思いますし、内装にね、秋田杉とヒノキっていうのも対応されていて、まあ、本当に木の匂いも、癒される感じで良かったですね。まあ、一方でね、やっぱりこう、調度品に高いものを並べたりというのもないですし、眺望とか、食事とか、そういったものを人によって評価を変える部分があるかもしれません。また、やっぱりこう、若い人を、にもこう、対応しようという意図だとは思うんですけども、インフィニティプールとか、インスタ映えしそうな、スポットとか、まあそういったものを用意されていてっていうのは、わかるんですけども、まあ実際にはね、食事やっぱ少なめだったり、大浴場がなかったりと、割とこう、若い人向けでもない感じかなというのはありましたかね。あとね、アメニティ充実してるんですけどもね、ヘアアイロンもなかったりとか、若い女性に PR するんだったら、まあ、この辺もちょっともう少し充実された方がいいかなとは思います。まあ、場所とかね、料金など含めて、まあ、総合的に考えると、まあ、宿泊客の年齢層というのはね、高めになるんじゃないかなというふうに思いました。お得度でございます。今回割高とさせていただきました。まあね、建物の仕様とか、部屋の面積、設備、食事内容などを加味すると、まあ高級旅館としてはもちろん評価できるんですけども、やっぱりね、10万円を超える旅館なんで、そうするともう少しね、求めてしまいますよね。大浴場もないですし。まあユッキーだったらですよ。仮にユッキーだったら外交がね、まだできてなかったりとか、サービス、スタッフのね、まあ、なんていうかな、サービスの訓練とかまだ十分じゃなければ、まあ、プレイオープンみたいな形にして、泊まりやすい料金設定で提供すると思いますし、まあ、逆に料金、現状維持でやりたいんだったら、料理の量を増やしてですね、あるいはこう、食事の際の飲み物をフリーにするとかして、満足度を高めるような気はいたしますかね。まあ、ユキいろんなホテル泊まってますんで、感覚的には6万円台の、が妥当な感じのラインかなというふうに思いました。ちなみにこう、リアンの宿泊料金はこんな感じになってます。はい、部屋の中でですね、食事ができるダイニングルームがあるタイプがですね、2名宿泊時で1人当たりの金額です。これ6万円からとなってます。それから、ユキが泊まったところがですね、1人当たり5万2800円からという形の料金設定になってます。10歳未満のお子様は宿泊することができません。はい。近隣ホテルの状況です。はい、まあ、ここに10棟ほど書かせていただきました。御宿とかが多いんですけども、まあ、あんまり、宿泊施設ないんで10個しかなかったですが、もうダントツで高いです。はい。確保していただきたいと思います。はい、まあ、そういう意味ではね、やっぱりこう、部屋でゆっくりしてねと。まあ、コミュニケーションは本当最低限でスタッフのサービス期待しないでね、みたいな感じになるかもしれませんね。お金に余裕がある大人たちのリゾート旅館なのかもしれないです。はい。最後に、ランチを食べたところとカフェをしたところ4つご紹介したいと思います。まあ、せっかくね、房総半島まで行ったんでいろいろ調べて行ってみたんですけども、結構休みのところが多くてですね、半分ぐらいは休みだったんですけども、ランチ食べたところ、まず、そばの100名店で選ばれている、この、ウッツミアンって読むんですよ、これ。ウッツミアンカセというお店です。はい。非常に山奥ではないな。ちょっと外れたところにあって、こんな感じで、本当にね、表、お店じゃないんじゃないかという、いい雰囲気のお店でございまして、ここでですね、オープン30分前に行って、行ってきました。
まあね、せいろとか太切りそばとかそばがきとか、玉焼きとか豆腐とかおすすめ料理一通りいただきました。まあちょっとね2名で6600円という形になりましたが、とっても美味しかったんでおすすめでございます。つれそば大好きなんですけども、本当美味しかったって言ってました。もう一つ、別な日にランチを食べた、ところ、浜焼き屋というところですね。ユッキーどうしても南房総行ったら浜焼き食べてみたいと思ってたんで、浜焼き経験をしたくて行ってまいりました。非常にね、なんていうのかな、もうホールみたいなところで、めちゃバーナーでみんな焼いてるから、もうめちゃ熱い感じだったんですけども、そこにね、素材が並んでて、食べ放題のメニューしかないんですけども、好きな食材、ホタテとか、サザエとか、あとハマグリに似たような貝とか、いろんなものをエビとかいろんなものを取ってきて、勝手に焼くという感じですね。それ以外に、結構海鮮チラシがあったりとか、あとスイーツみたいな感じでマシュマロとか、あと何たい焼きみたいなのがあったりとかということで、結構いろいろありましたね。飲み物もフリーでした。はい、これも個人的にはおすすめです。まあ、そこまで感動するほど美味しいかというとそうではないですけどね。この雰囲気というか体験がいいと思います。あとランチ食べたところ、本当にねランチ難民になってしまって探しまくっていったとこなんですけども、アミーゴという、ハンバーグ屋さんです。はい、なぜわざわざ海鮮じゃなくて、はい、ハンバーグにしたかというと、まあどうせ海鮮ね、旅館で出るなと思って行ったんですけども、ここでですねとってもアットホームな、美味しいハンバーグいただきました。熱々でした。これもおすすめです。はい、あとカフェしたところ、芋屋金之助っていうですね芋専門店になります。ここでね生芋のシェイクだったり、あとねケーキとか買っていただいたりしたんですけども、一つ一つ美味しかったですね。はい、これもおすすめです。はい、ということでですね、鴨川温泉リアン、ちょっとオープンしたばっかりであまりまだ口コミもないんでですね、気合い入れてかなり、長めにご説明させていただきました。機会があったらぜひ行ってみていただきたいと思います。それではまた。